タンブリは、新末から、中華民国の革命家、政治家。中国同盟会以来の革命派地味で、中国国民党では、右派の西山会議派に参加した。旧名は道譲る。字は李なる、リナル。1902年、桃源県の高書院に入学し、この時に、総教人と知り合った。翌年、上徳府の中学に進学したが、在学中に、 身長管理の応募、腐敗を求断し革命の必要性を説く演説を行ったために、除籍処分を受けている。除籍後も革命派としての文筆活動を続けたために、関係の取締りに遭い、タンブリは事実上日本に亡命することになった。日本では、公文学院に入学し、革命家としての活動を継続している。1904年にタンブリは帰国し、総教人、 高校、陳天下、隆起一らと阪神放棄を図ったが、事前に漏れ失敗、逃亡した。その後、日本に再来日し、早稲田大学に入学する。1905年秋、東京で中国同盟会に加入して、評議部評議員に選出された。その後も、中国と日本を行き来しながら、革命活動に従事したが、1908年に放棄計画が漏れ、 成長により習慣されてしまった。1911年10月、武将起義が勃発すると、タンブリは自由の身となり、湖北と特例元広氏のもとで革命の指揮に加わる。その後、はじむと、コナンと特丹のべの二人から委任を受け、タンは、両子代表として、南京に赴いた。1912年、南京に中華民国臨時政府が成立すると、タンは、 臨時参議院議員に選出され、翌年春には衆議院議員に選出された。同年3月、長年の名優、総教人が暗殺されると、タンブリは、悲憤から遠征外を暗殺の主犯として激しく、求断した。その結果、園が派遣した警察から取り締まりを受け、やむなく、タンは日本に亡命している。1914年、タンは先に、 高校支持派の王子研究会に加入したが、その後、孫文の中華革命党に転じ、革命活動の統一のためにも王子研究会は解散すべきと主張した。1915年、タンは東京で反円活動を展開していたところ、同志たちと共に日本の関係に一時拘束、収監されている。1915年12月に五国戦争が勃発すると、 タンブリは、コナンに戻り、親縁のコナンと特有名討伐に従事し、翌年7月に湯を配送に追い込んだ。その後は中華革命党の地方機関である、まさよ社を、水見南省に設立し、湯明が社長、タンが副社長となっている。1917年に、孫文が誤報運動を開始すると、タンもこれに参与し、さらに南方政府派の各軍と連携してアンティ派の、 コナンと風量差の駆逐に成功した。その後、タンブリは、甲州に移って、孫文の側近を務め、1921年5月、総統府参議権法制委員に任せられる。同年冬、孫文が北伐を開始すると、タンは、孫から東部を委ねられ、コナンなどで、宣伝工作に従事した。1922年10月、孫文が、 中国国民党の改装を開始すると、タンが当初の起草を担当している。1924年1月、国民党が第一回全国代表大会を開催すると、タンブリは第一期中央執行委員に選出された。全国代表大会の後、タンは観光執行部常務委員に任ぜられ、両校での統制拡大に尽力している。ただタン本人は孫文が推進する。 国境合作には内心反対であった。1925年3月に孫文が死去すると、タンブリは反共右派の姿勢をさらに鮮明にし、11月23日に西山平均寺で開催された反共右派独自の一期四中全会に参加した。これによりタンは西山会議派と目されることになる。翌年1月、主流派による公衆での国民党、 第2回全国代表大会でンは警告処分を受けたが3月に西山会議派が上海で開いた独自の第2回全国代表大会にも参加したその後1927年に上海クーデターを起こした小介石が南京で国民政府を樹立したため西山会議派はこれに合流することになる同年9月南京上海 武漢の三派が合流し、中央特別委員会が南京で開催され、タンブリも特別委員会宣伝部委員に選出された。ところが、合流後も国民党内では、権力闘争が続き、同年12月の2期4中全会では、タンブリを含む西山会議派幹部の多くが、停職処分を受けてしまう。そのため、タンは北平に逃れた。1930年、タンは、 半省各派の同盟成立に奔走し、8月7日、半省派による北平拡大会議の開催にこぎつけた。しかし、中原大戦の敗北もあって、半省派は画界、丹もゲイヤして故郷に引きこもっている。1931年12月、満州事変に伴う各派大同団結がなり、それと合わせて、小解席が一時ゲイヤすることになる。これを受けて、タンブリは、 立法院副委員長として復帰した。なお、この時に立法院長に就任した長継、長次は実際には就任せず、さらに公認の孫化は1933年1月まで正式に就任しなかったため、その間は、単が委員長代理を務めることになった。1935年12月、立法院副委員長から司法院副委員長に転じた。さらに、 中央公務員長会委員会委員長、国民政府委員なども兼任している。また、中華民国法学会を創設した。日中戦争終結後、タンブリは全息を患い、上海で治療したが、1947年4月18日、死去した。去年63、ありがとうございます。